質問はですね、由意識。由意識とは何かと。由意識とは、一体何かと、こういう質問ですね。まず由意識を知るためにはですね、この歌をまず知る必要がありますね。手を打てば、手を打てばですね。鹿は驚き、魚は寄る。茶店の女中は返事する。手をこう打つ。この音は同じなんです。ね、打つ音は同じ。だけど、その音を鹿はですね、漁師が鉄砲を撃ったのではないかと思って驚いて逃げていくということです、ね、だけど同じ音をですね、魚は餌をもらえるのではないかと思って寄ってくるですね。そして同じ音を聞いて茶店の女中はですね、お客さんが何か用事があるのではないかと思って、はーいと返事をするということです。これは一体何を言いたいのかというとですね、同じものを見ても聞いてもですね、同じものを見てもその人の心によってで、受け取り方は全然違うってことです、ね、同じものを同じように見ているのではないっていうのが由意識です。で、由意識って何ですかって言ったらね、一言で言うと、同じものを見ても同じものを聞いても同じ体験をしたとしてもですね、一人一人その受け取り方は違ってくるってことなんです。その受け取り方の違いを由意識って言うんですね。だから目の前でね、起きていること、同じような体験をしたとしても、それを幸せだと感じる人もいれば、全く同じ体験をしてですね、苦しみだと感じる人もいるわけです、ね、ところが私たちはですね、その同じ体験をしたんだから、同じように受け取っているはずだと
思ってしまうんです。例えば自分が正しいと思うものは相手も正しいと思ってほしいと思ってしまうわけです。自分がこう思ったことはですね、相手も同じようにこう思ってほしいと思ってしまうわけです、ね、よくあるのがね、早起きするとね、どうですか、自分よりも遅く起きている人がなんとなくね、不届き者に感じません？例えば自分は5時に起きる、ね、いろいろしている、7時頃ね、おはようございますとかって出てね、起きてくる人がいたらね、なんじゃこいつはと、ね、朝は5時に起きるものだと、こういうふうに思う、ね、自分と自分は5時に起きてるんだから、みんなも同じように5時に起きないといけないんじゃないか、こういうふうに思う、ね、自分は真面目に、こう生活しているとね、こうなんていうんですかね、マナーの悪い人たちとかいるじゃないですか、そういう人を見るとね、なんじゃこいつらと、ね、こう腹を立てたり、まあ、子育てをしてるとね、思うのはですよ、子供がね、なんかふざけていたりするとね、カッ、何やってんだってね、怒ったりする。でも子供は子供の世界の中で生きている、大人は大人の世界で生きている、男は男の世界で生きている、女は女の世界で生きている、同じものを見てもですね、一人一人受け取り方が違う、受け取り方が違うっていうことは、ね、それぞれの正義があって、ね、自分が正しいと思うことであっても、人はそれを正しいと思うかどうかは分からないっていうことです。まずこれがね、有意識なんですよ。まず有意識を知るっていうことはですよ、人と人との違いを知るっていうことなんです、ね、自分が正しいと思うことであっても、人は正しいと思うわけではない、自分が正義だと思うこともね、人にとってそれが正しいわけではない。例えば、まあ、仏法を信じている人はね、仏法が正しいと思うわけですよ、ね、で人にね伝えようとする、仏法は正しいですよ、ね、ところがね、相手はね、な、仏法なんて聞かなくたっていいんだよとかって言うとね、もうね、許せないよね、その人の存在が、何を言うかと、あんたは仏法は何でも分かってないと、それは分かってませんよ、ね、あなたが聞いている仏法と、その人が仏法と聞いて連想するものは全然違うんです。だけど自分と同じように相手は思っているはずだと思ってしまう、ね、これを仏教では我と言います。我、ね、と言います。がというのは、自分が正しいと思うことは相手にとっても正しくなければならないという心です、ね、だから自分が正しいと思っていることを相手がですね、いや、それは正しくないっていうふうに言うと、もうそれは許せないの、白黒つけたい、自分が正しいのか相手が正しいのか、ね、どっちか白黒つけないと許せないっていう心が我なんです、ね、有意識は全然違いますよ。有意識は一人一人の受け取り方があるってことです。
だから自分が受け取っている世界は自分の世界なんです。同じように人が受け取っている世界っていうのは人の世界なんです。だから自分の受け取り方と人の受け取り方は違っているのが当然なんです、ね、例えば同じ言葉を発しても同じようには受け取らないわけですね。例えば同じ言葉を聞いたとしてもね、ここだと同じ音を聞いたとしてもその人の経験とかその人の考えとか今までどうやって生きてきたかということによって受け取り方は十人十色なんです、ね、10人いたら10人、ね、10通りの受け取り方がある。よくあるのがね、そんなつもりで言った覚えはなくてもね、例えばちょっとね、何々さんからこれいただいたからお礼言っといてくださいねって言っただけでね、そんなこと言わないでくださいね、こういうふうに言われたりする。おかしいな、僕はお礼を言ってくださいと言っただけのはずなんだ、あなたの言い方を押し付けがましいんです。僕はそんな押し付けているつもりはないけどなとね、いや、あなたにはわからないんです、あなたが言ってることは押し付けてるんですよとかねこの前にですね、実際押し付けてるかもしれないし、相手の有意識でそう判断したかもしれないわけです。その場合ですね、大事なのは私は押し付けてないっていうことじゃないんですね、私が押し付けたかどうかじゃなくて相手はどう受け取ったかが大事なんですね。自分は押し付けているつもりはなかったとしても相手が押し付けられたと感じた場合ですね、相手の有意識ではそうなんです。それをね、どうしても私はそんなつもりじゃなかったっていうふうに言いたくなるわけです。私はそんな押し付けているつもりはないんですっていうふうに言うとね、それはがですから同じところに立っているってことになっちゃうわけです。つまり私は押し付けるつもりがあって押し付けた場合だけ相手は押し付けられたと感じていると、これはがです。つまり自分がそう思っていたりそういうふうにしなければ相手にはそう伝わらないんだっていうところに立っているのが我なんですよ。だからどうしてもね、私はその押し付けてるつもりはないんです、押し付けてるつもりはないんです、押し付けてるつもりはないんです、ね、そうすると相手はね、私が押し付けられたと感じたことが間違ってるって言うんですかと。ね、私が押し付けられたと感じてるってことはあなたは押し付けたってことでしょ。いや、そんなつもりはない、僕は押し付けたつもりは全然ないんだよとか言って言うと、そんなはずありません、私がそういうふうに感じたってことはあなたは押し付けたんです。いやいやいや、僕は全然押し付けてないよと、ね、この場合ですね、有意識なんだからね、実際全く押し付けてないとしても相手は押し付けられたと感じることがあるわけです。だけどどうしても私が感じているように相手は感じているはずだというのがあるので、それが議論の対象になるわけ。つまり実際押し付けたか押し付けてないかということが問題になるんです、ね。だけどそうじゃなくて有意識ですから、自分は全く押し付けていないとしても相手が押し付けられたと感じたならば、それは相手の有意識では押し付けたことになるんです、ね、受け取り方の違いだから。それをどうしても私は押し付けていないと相手が押し付けられたと感じたことが
なんか間違ってるように思いますよね。こうよくあるのがね、私はそんなつもりはなくてもね、相手がね、なんでそんな風に怒ったように言うのとかね、いや僕は怒ってないよ、それが怒ってるとかね、その怒っていないんだけど怒っていると相手が受け取った場合ですね、相手の有意識では怒ってるんですよ、ね、その場合そのがですから、相手は相手でががあるので、怒っていると感じたならば怒ってるというふうに思うわけ。これよくあるのがね、いじめた、いじめられたっていうのね、いじめられた側はいじめていると思うんですよ。いじめた側はいじめているつもりは全くない。よくかわいがってた、ね、かわいがってた。でも受け取った側はいじめられたと感じる、ね、その場合にね、受けた側はね、あの人はいじめてきた、ひどいじゃないかっていうふうに思う、ね、だけどいじめた側はいじめているつもりはない、だからそんないじめてないよっていうふうに否定する、ね、これはそのいじめるつもりがあっていじめた時しか相手は傷つかないっていう前提なんです。でも有意識っていうのはそうじゃなくて、相手中心、つまり相手はどう受け取るかが大事なんです、ね、自分はそんなつもりはなくても相手がそういうふうに受け取ってしまう、別にね、全く別のように受け取ってしまうことはいっぱいあるんです、はいね、その時にどうしても私たちはそういうつもりで言ったかどうかを問題にしちゃうんですよ。例えば押し付けたって言われるとね、押し付けてないよと、僕は全然押し付けてない、ほんな押し付けたよ、押し付けたっていうのはこういうことだよとね、押し付けたってのはこうね、別に僕ね通してないでしょ、例えば何々してくれるってね、それで相手がはいってこう聞いたら押し付けたかもしれないけどね、あんたの言い方が押し付けられたように感じろとか言ったらね、聞いてないんだから押し付けてないでしょ、ね、なんかお願いしただけじゃないですか、ね、その言い方がね押し付けられたように感じるんですか、もっと柔らかく言えないんですか、柔らかく、ね、この場合その押し付けられたと、ね、言われたことがショックなの。これと同じようなことがね、ね、あなたの言葉で傷ついたんです、こんな僕はね、そんな傷つけるつもりなんてないんですよ、ね、傷つけるつもりはない、全然そんなつもりはないんですっていうふうに言うと、そういうふうに相手はね、そういうふうに言われるとこう、じゃあ私が傷ついたということが間違ってんですか、傷ついたということが悪いんですか、なんでそんなひどいことが言えるんですか、ひどすぎますね、こうやってね、そんなつもりはない、つもりはない、つもりはないんですとね、これはそれぞれの有意識があるので、私はそういうつもりはなかったとしても相手はそういうふうに受け取ってしまうことがあるんです、ね、だから私がどういうつもりで言ったかじゃないんです、大事なのは相手がどう受け取ったか、相手の有意識ではどう感じたかが大事なの。そういう場合に解決策としては、私の場合は最近そういうことよくあるので、あのごめんなさい、そんなふうなつもりではなかったって言い訳したいんですけど、まずごめんなさいって謝るんですね。そうすると相手さんの心が静まって聞いてくださるようになって、相手の気持ちを聞き出せるようになる。まあこれはですね、うん、一番大事なのは、はい、自分と相手とは同じ具合受け取り方が違うんだっていうことを、そう、それを学ばないといけない、うん、そしてその人はどう受け取るかっていうことを知らないといけない、うん、ね、つまり、自分がそんなつもりで言ったわけじゃなくてもそう受け取られるならね、それは相手の立場に立ってね、
ね、相手に伝わるように伝えないといけないわけです。例えば手をポンと叩いたと、ね、鹿のような人だったらね、くせめられたっていうふうに感じるわけです、ね、手を叩いただけですよ、ね、でも同じ音を聞いて魚はね寄ってくるわけですよ、その同じ言葉を聞いて、ね、鹿のような人は責められたと感じるし、魚のような人は、ね、親しみを込めて近づいてくる、ね、そして何か用があるんじゃないかと思って、ね、来る人もいる。よくあるのがね、こんな失敗をしたからもう二度としないとかってね、誰に対しても同じようにするんです。それはこの人に対してはこうした方がいいっていうことだけであって、他の人は全く別のように受け取る場合があるんです。そうするとね、もう混乱するわけですよ。あの人からああいうふうに言われたからもう二度としないようにしてるんだけど、この人からこういうふうに言われた。困ってしまう。どうやってやったらいいんですか。右やったらいいんですか。左やったらいいんですか。それは我なんですよ。常に同じように行動すれば、同じような結果が返ってくるわけじゃない。常に、ね、こういうふうにすればいいんだっていうのはない。相手によって受け取り方は違う、ね、これをまた表した歌にですね、一睡試験っていうのがあるんですね。一睡試験ですね、これは同じ水を見てもってですね、同じ水を見ても、うん、4通りの見え方が、これは相手によって見え方が違う、ね、例えば魚が水を見たら、水は住処と感じると、ね、それとそれに対して人が水を見たら、水は飲み物だと感じる、ね、天人が水を見たら、瑠璃という宝石のように見、ガキが水を見たらですね、その水は火に見える。これを一睡試験というわけです。これは何を表しているかというとですね、魚が水を見たら住処に見える。それはなぜかというと、魚はその水をですね、水でずっと暮らしていたから、つまり過去の経験によって受け取り方が違うってことなんです、ね、人間は飲み物だと感じる、ね、飲み物だと感じるっていうのは、今まで水を見てずっと飲んできたから、過去の経験に応じて、ね、水を飲み物だと感じる。何がここで言いたいかというと、私たちは目の前のいろんな現象を見てですね、その通りには見てないんです。過去の経験に基づいて見ているってことは、私の見ている世界は過去なんです。いつも例えば私が何かを言って責められたと感じている人はですね、それは私が責めているかもしれないし、その人の過去をずっと責められてきたということが原因でですね、今責められていると感じているかもしれない。だから
その人から言われた言葉を通してね、この人はこういうふうに思ってるんだと思いたい、思ってしまいますけどね。例えば私はそんな責めるつもりはなくても責められたとその人は感じたとしたらね、それは私が責めたわけではなくてね、この人はずっと責められて育ったんだな、だから何を見ても責められるように感じてしまう、ね、その過去の種まきがそうさせるんだなっていうことです、ね、魚は水を見たらね、どう見てもこう住処だと見てしまう、飲み物というふうには見ない。経験が違うと受け取り方は同じものでも全然違うんです、ね、だからその人がそのように受け取ったということを通して何が分かるかというと、その人がどんな人生を送ってきたかということが分かるんです。つまりその人の見ている世界はその人の生きてきた世界なんです。その人が今喋っていることはそれはその人の今までの人生を表している言葉なんです、ね、だからその人の見ている有意識が分かればその人がどんな人生を送ってきたかということが分かるわけです、ね、これが有意識になります。だから鹿だったらいつも漁師に狙われて逃げてきたという経験が手を打つという音を聞いただけでも驚いて逃げるというですね、世界を生み出しているわけです、ね、だから自分がこの世界に対してどういうことを、ね、経験したか、この世界でどういうことを今まで経験してきたか、それがそのまま今の世界に反映されて見えるわけです。ね、例えば今自分が見えている世界が苦しみだとしたらですね、それは今までやってきた種まきが人を傷つけるような種まきばかりだったってことになる。だから人を傷つけるような種まきをするとね、自分も同じようにそうされるんじゃないかって思うわけです、ね、だから自分が見えている世界っていうのは自分が過去に受けてきた種まきでもあるしね、自分が過去にやってきた種まきでもあるわけ、それが今の世界となって見えるってことです、ね、だから過去の経験に応じて今の世界が見える、これが有意識です、ね、だから今見えている世界っていうのはですね、一人一人違う、ね、じゃあその違いはどうして生まれるか、それは過去の種まきに応じて決まるわけです。過去の種まきというのは過去の経験に応じて、ね、そういうふうに見えるということです。例えば人に悪口を言われた場合もですね、人は悪口を言うものだというふうに感じるし、人に対して悪口を言っていたとしてもですね、人というのは悪口を言うものだという経験として蓄積されていくね、人から責められても人は責めてくるものだという経験がこう溜まっていくし、人を責めていてもですね、人は責めるものだというものが経験として残るわけです。わかりますかね。はい、わかります。わかります。はい。だからしてきたこともされてきたことも経験として残るので、人というのは悪口を言うものだ、悪口を言われ続けてきた人もそう感じるし、
悪口を言ってきた人もそういうふうに感じる。同じようにいじめられた人もね、人はいじめてくるものだと感じるし、いじめてきた人も人はいじめるものだというふうに感じる。たとえいじめられる人が目の前にいじめてくる人がいなかったとしても、誰かがいじめてくるんじゃないかというものが起こる。これが有意識なんです。縁がなかったらね、そういう人がいなかったら、人を作り出してでもそういうものが現れるように見えるんです。例えば人を殺してきた、たくさんの人を殺してきた平清盛はですね、殺されるんじゃないかというものは経験として残るわけです。だからいつも誰かが私を狙ってるんじゃないか、ね、権力者になって人払いしてね、目の前に人がいなくなったとしても、ね、その源氏の亡霊が見えるわけです。なのでいないけどね、でもそういう源氏がね、私の命を狙ってくるように感じるわけです。ね、よく戦争とかに行った人がですよ、ね、私のことをね、誰かが恨んでるんじゃないかとか、誰かが殺しに来るんじゃないかって思いながらこう生きていくわけです。それは戦争の時にね、人を殺してきた、ね、その相手が敵だからっていうことで殺してきた。今度はね、そのね、殺されていった者たちの家族とかがですよ、私を殺しに来るんじゃないかと思って不安になるわけです。仏教ではですね、自分がやった行いをそのまま相手からされたとしてですね、苦しみだと感じるものを悪と言います。もし同じことを人からされたとして、それを苦しみだと感じるならば、それは悪なんです。例えば人に悪口を言われたら苦しいですよね。なら人の悪口は言ってはいけないんです。なぜか、それは人を見たら悪口を言うような人だと見えてしまうからです。そして悪口を言っていなかったとしても、人が悪口を言っているように聞こえるんです。あの人は私に対して悪口を言っている、あの人も私に対して悪口を言っているって聞こえるんです。なんでか、それは私が悪口を言ってきたから。例え相手から悪口を言われたとしても、それを悪口だと受け取らなければね、人は悪口を言うものだというふうに思わないので、人の言葉が悪口のように聞こえることはありません。やっぱり自分が悪口を言われた時に誰かの悪口を言っちゃってるんですね。その悪口を言うものだっていうものがあるから、人の言葉が悪口のように聞こえる。人を責めるから今度責められているように感じるんです。だから人を見たらこう責めてきているように感じるんです。人の批判をすると、ね、自分が批判されているように感じるんです。なぜかって、そういう経験が、まあ、仏教では、ね、心の下りや荒屋敷の中に収まっていく。だから自分が何気なくやっている、人に対してやっていることがそのまま返ってくるんですね。返ってくるというのは人がやってくるわけじゃなくて、そのように受け取ってしまうようになる、ね、人が責めているわけじゃないけど責められているように感じてしまう。だから、なんであなたはそんなに私を責めるんですかっていう人は、それはそれだけ人を責めてきた人なんです。だから、人
人は私ね、人というものは結局攻めてくるものだというものが残ってるわけです。だから自分が攻めているつもりはなくても相手はそういうふうに受け取る、ね、また人の批判をする人はですね、常に自分が批判されているような感じがする。だから批判してくる人が嫌なんです。人の言葉言葉に対してこう常に注意を払って、ね、自分を批判していないかどうかということを常に確認してしまうんです、ね、だから自分のやった言葉は全部返ってきます。それは1回や2回じゃないですよ。繰り返し繰り返しやっているものは返ってくる。それは相手からね、やってこなかったとしてもそのように見えるんです。だから私たちが見ている世界っていうのは人ではなくて自分の姿なんです。自分の過去の姿がいろんな縁を通して見えてくるんですね。これが有意識です。だから同じものを見ても天人のように心が清らかな人は宝石のような素晴らしい世界に見えて見えるし、ガキのように人を恨み呪い苦しんでいる人は同じものを見てもそれが私を苦しめる火のように感じるわけです。だから人が私を苦しめることもなければ、ね、環境によって幸せになれるわけでもない。自分を幸せにするか不幸にするか、自分を幸せにするか苦しませるか、それは自分の種まきによって決まるんです。自分の種まきが良ければっていうのは、人を傷つけるような種まきをしなければ自分の見える世界はいつも幸せだしですね、人を傷つけるようなことばかりしてきたならば自分の見える世界はいつも苦しみなんです。だから自分が苦しんでいたとしたら、それは誰かが悪いわけじゃなくて、ね、私の過去の種まきが悪かった。それを幸せにしてね、変えたいとこう思ったらね、まず自分が人からされて嫌なことを人に対してしないように心がけていくわけですね。だから人からされてね、嫌だと感じているようなものはよく感じているはずです、ね、それを心がけて人に対してしないように心がけるんです。だからね、苦しみっていうのはね、それは不幸ではないんです。私にやってくるさまざまな苦しみというのは私に対してあなたの姿ですよ、ね、これはあなたのやっている姿ですよ、だからこれから気をつけて直していってくださいね。ね、人から責められて苦しんでいる人は人だとしたらね、自分はね、あ、なんか人から責められているなと感じているならばね、人を責めることをやめていけばいいわけです。ね、人が私のことをのけものにしているならばね、これからは人をのけものにしないように心がけていってください、ね、人が自分のことを迷惑だと感じているんじゃないかと思ってね、苦しんでいる人がいたとしたらね、これからは自分に対して迷惑をかけてきた人がいたとしても許してあげてほしいんです。自分の有意識は自分の心の現れです。自分の過去の種まきの現れです。
どんな人生を送ってきたか、どんなことをしてきたか、それはあなたの今の世界を見ればわかります。あなたが何を幸せと感じ、何を苦しみと感じるか、その一つ一つがですね、あなたの過去の種まきの結果なんですね。だから幸せになりたければね、環境を変えなくてもいいんです。今の環境を幸せだと感じればいいわけですね。天人はそれを幸せだと感じるわけです、ね、反対に今の環境が苦しみだと感じているならば、それは今までの種まきがですね、人を呪ったり恨んだり人を傷つけている歴史だったんですね。自分の心の世界は全て自分に返ってきますからね、なるべくね、自分の心を傷つけないように、人を傷つけないようにね、していっていただきたいなと思いますね。ありがとうございました。分かっていただけたでしょうか。はい、ではちょっと休憩をします。